皆さん、こんにちは。1941年12月9日、日本海軍の2号第165潜水艦は、マレー半島の東沖、ボルネオの西にあるアナンバス諸島の北西にいました。2号第165潜水艦は、海軍の南方部隊のうち、マレー攻略部隊に所属しており、敵艦隊の行動を探るべく、この場所で哨戒についていました。昼間は常に潜航し、1時間ごとに南北へ移動しながら、20分ごとに潜望鏡を上げ、周囲の様子を探っていました。配置について、1日が過ぎた9日の午後3時、2号第165潜水艦はマッチに待った獲物を発見します。潜望鏡に映るのは、戦艦クラスの大型艦。1隻は巡洋戦艦レパルス。ということは、もう1隻はイギリス東洋艦隊旗艦プリンス・オブ・ウェールズです。当時、日本海軍には新鋭戦艦のプリンス・オブ・ウェールズの艦影、写真といった情報は一切ありませんでしたが、レパルスと行動を共にしているということは、それ以外に考えられません。以後第165潜水艦はすぐに敵レパルス型戦艦2隻見を報告しました。レパルス、プリンス・オブ・ウェールズの2隻は、イギリスがアジアの拠点であるシンガポール防衛の用となるイギリス東洋艦隊の主力艦でした。太平洋戦争の始まりといえば、一般には日本海軍の空母部隊による真珠湾への奇襲攻撃とされていますが、同じ日、時間で言えばわずかに早く、日本陸軍は当時イギリスの植民地だったマレー半島のコタバルへと上陸作戦を行っていました。ハワイ、そして東南アジア、それぞれの海軍、陸軍による2つの攻勢によって、太平洋戦争の火蓋は切って落とされたのでした。マレー半島には、イギリスがアジアの拠点としていたシンガポールが存在していました。ここを簡単に日本に渡すわけにはいきません。戦争の脅威が迫っているのを感じていたイギリスは、シンガポール防衛の切り札として、1941年10月、イギリス東洋艦隊を進編。巡洋戦艦レパルスと当時のイギリスが誇る最強の新鋭戦艦プリンス・オブ・ウェールズを派遣します。当然、日本海軍もこの2隻を警戒していました。海軍南方部隊には、戦艦、本郷、春名がいましたが、この2隻は旧式戦艦で、レパルス、プリンス・オブ・ウェールズに、性能的に劣っていました。このままでは、艦隊決戦になった場合に、日本が不利になってしまいます。しかし、戦艦の増援はありません。連合艦隊司令長官、山本五十六大将は、米英を相手にした戦では、歩で、義欲を食うことを考えなければならない、と言って、これを認めませんでした。しかし、これは負けるのを覚悟で、イギリス艦隊に近場近の勝負を挑むという意味では、ありません。日本海軍には戦艦を使わずとも、東洋艦隊を撃破できる秘策があったのです。イギリスの切り札が2隻の戦艦なら、日本海軍の切り札、それは、陸攻部隊による航空攻撃でした。陸攻とは陸上攻撃機の略であり、日本海軍の航空機には空母から飛び立つ艦上機と陸上基地から飛び立つ陸上機の2種類がありました。戦前、ワシントン、ロンドン海軍軍縮条約でアメリカ、イギリスに対して保有できる軍艦の数で不利になった日本は、この戦力差を埋めるために大型で長大な航続距離を持ち、爆撃や雷撃が可能な陸上機に期待をかけていました。日本海軍は、96式陸上攻撃機、1式陸上攻撃機といった中型陸上攻撃機を大量に配備し、太平洋戦争における海軍航空戦力で主力の役割を果たしました。陸上攻撃機は、多くが中型攻撃機だったため、これを略した中攻は、陸攻の代名詞のように使われました。マレー部隊には当時最新の陸攻だった一式陸上攻撃機を主力とする鹿児島県の鹿屋空を含む第一航空部隊が配備されており、
これが東洋艦隊に対する日本海軍の切り札でした。以後第165潜水艦が報告を送る2時間前、シンガポールのセレター空港に向かった偵察機からの情報では、主力の2隻はまだ港内にいるとのことでした。そのため、陸航部隊では爆弾を搭載して、セレター軍港を空襲し、戦艦を撃破する計画を立てていました。そこへ、敵艦8件の報告が舞い込みます。これが正しいとすると、敵は、すでに、セレターを出港したということ。目的はおそらく、日本軍の上陸地点へと向かい、輸送船団への攻撃を行うことでしょう。これを受けて、マレー部隊指揮官、小沢治三郎中将は、水上艦部隊によって、野戦を挑もうとしますが、悪天候の影響もあって、敵を見つけることができず、敵艦隊への攻撃は、航空部隊によって行われることになります。12月10日6時25分、仏印のサイゴン基地から、鹿屋空、本山空、美幌空による、第1航空部隊、96式陸上攻撃機59機、一式陸上攻撃機26機の計85機からなる中攻隊が飛び立ちました。一方のイギリス東洋艦隊はトーマス・フィリップス中将率いる Z 部隊で、プリンス・オブ・ウェールズ・レパルスの戦艦2隻と駆逐艦4隻で構成されていましたが、シンガポールにはまだ空母が到着しておらず、出航時に空軍から戦闘機による護衛は不可能と伝えられており、航空機による援護は全くない状態でした。11時45分、陸航隊がプリンス・オブ・ウェールズ・レパルスを発見。12時7分、攻撃が開始されます。日本の陸上攻撃機は、防弾が弱く、一式陸上攻撃機などは後に、一撃を食らうだけで機体から火を吹くワンショットライターと呼ばれるようになりますが、この時は敵戦闘機がいなかったため、その能力を存分に発揮することができました。対するイギリス艦隊は、日本軍からの航空攻撃に対して、ほとんどなすすべがありませんでした。魚雷と爆弾が次々と投下され、イギリス艦隊は回避行動によってなんとか、これをやり過ごそうとしますが、かなわず。魚雷13本が命中したレパルスが14時20分に、降沈。魚雷7本。爆弾2発を受けたプリンス・オブ・ウェールズも火災を起こし14時50分に沈没しました。乗員は味方駆逐艦に救助されましたが、レパルスからは513名、プリンス・オブ・ウェールズからは327名の戦死者が出ました。指揮官のフィリップス提督は退艦を進める部下にノーサンキューと告げ、プリンス・オブ・ウェールズと運命を共にしたと言われます。これは世界の海戦史における画期的な出来事でした。戦艦が航空機の攻撃だけで沈められてしまったのです。日本海軍による真珠湾攻撃でも戦艦が航空攻撃によって沈められていましたが、これに湾内に停泊していたものでした。戦闘行動中の戦艦が航空攻撃のみによって沈められたという事実は、各国の海軍関係者に衝撃を与え、大艦巨砲主義の終焉と航空機の重要性を見せつけた、それまでの海戦の常識を塗り替える出来事でした。海戦の前、連合艦隊の山本五十六長官は、陸航隊が2隻を撃沈できるかどうか、賭けをしましたが、その時は、2隻とも沈めるのは無理だと言ったと言い、陸航を重要な戦力としていた日本海軍でも、本当に戦艦を相手にできるかどうかは半信半疑だったことがわかります。ただ、山本五十六はわざと自分の考えと反対のことを言って相手を試すことがあったので、本当は陸航隊の完全勝利を信じていたのかもしれません。戦艦2隻を相手に圧勝という大戦果を挙げた陸航隊ですが、彼らは一方的な空からの攻撃を受けても最後まで勇敢に戦ったイギリス軍に対する敬意を忘れてはいませんでした。12月18日、任務の帰り、海戦のあった場所を通りかかった9機の陸航は、
レパルスとプリンス・オブ・ウェールズの沈没地点の上空から用意しておいた花束を海に向かって投下しました。これには、この戦いで亡くなった敵味方の将兵に対する鎮魂。そして、艦が沈むまで戦い続けたイギリス海軍の艦闘精神に対する敬意が込められていたのです。いかがだったでしょうか？よろしければ、動画へ評価やコメントをいただければ、ありがたいです。では、次回の動画でお会いしましょう。